ハードル準決勝最終組の第3組です。第1レーン、堤くん、小原。第2レーン、江原くん、柏南。第3レーン、林くん、成田。第4レーン、清水くん、小金。第5レーン、高橋くん、東海大浦安。第6レーン、佐々木くん、千葉日大一高。第7レーン、桜木くん、浦安。第8レーン、土屋くん、東海大応用。以上8名によりまして、準決勝第3組です。53秒96、好タイムでした。以上をもちまして、男子 400m ハードル準決勝終了です。